マノッチです。よろしくお願いします。映画やっていきましょう。はい。今日も寂しいよね。公式戦しばらくないんだから。はい、おはようございます。頑張りましょう。はい。ちょっとコメント読んでいきますね。今作の秋は地区大会の次に11月頃に神宮大会こと秋の全国大会が追加されましたと。でこの秋の全国大会が基礎能力より特能がより獲得されやすくなってるみたいなんですよね。この神宮大会に行くには何が必要なんだろう、何が条件なんだろう。夏の甲子園後の地区大会勝ち抜くのが条件とかなのかな。条件が分かんないな。今回は結構個人差があるみたいだねっていうコメントをいただきまして、積極にで行けっつってね、全然積極に行ってくれなかったりとか、あまりその自分の采配の自由度が生かしきれてないみたいなパターンもあるはあるみたいですね。今作から前評判 S が、追加されたみたいですね。地方はおろか甲子園でも出ることは稀ですと。これさ、自分も S になれるのかな。で S はちょっと見てみたいね。勝てる気は今んとこしないけどね。選手が育てばきっと勝てるわけだから。応援歌夜遊びの群青とかの流行り系は入ってますか。まず知らないもん、そんなもん。BTS のダイナマイトなど、うん、知らない。あ、けどね、俺 BTS 知ってるよ。最近知ったんだよね。男の人たちだよね。5人ぐらいだよね。6人ぐらいだよね。7人ぐらいの人たちね。いや、もう全然入ってない。全然そんなものは入ってない。そんなシャレオツなものは入ってないんですけども、あのね、近々ちょっと俺、応援曲作ったから、ちょっとその動画アップするから、ぜひちょっと聞いてもらいたい。結構感動的な曲を作っといたから。はい、ということで、いきますか。アイテムね、だいぶ増えてはきてるって、増えてきてんだよ。いい感じだね。1日1個はオンラインにつなげばタダでもらえるからさ、それで今もらってる。おお、いやー、バトルスタディーズもそうだし、あとダイヤのエースもそうだったかな。親からの手紙のシーンっていうのはちょっとなんかこう結構グッとくるものあるよね、見ててね。ねえ、君さ、球速伸びてる？変化球の伸びもいまいちだな。これはあれだな。うん、コントロールとかもう磨きに行っちゃおうか。あ、今日君ならカーブとか、進化か。ここら辺はすぐなんか3-3ぐらいに行けそうだね。あ、これはもうちょっとで4だな。ここはほっとこうか。呼吸51。うん、いいね、素敵。守備力。今ね、ちょっと外野で出ることが多いからな。鶴ちゃん、何でお任せになってんの。あ、あれかな、弾道上げてんのか。うん、これはパワー。そもそも性格なんだっけ。クールか、クールか、ニート。やんちゃ、やんちゃはパワー。あ、ミートも上がんだ、やんちゃって、うん、パワーだ。補給はい、補給 D 持ってきたいですね。 D 持っていこう。あ、そう、合宿があんだ。今年の合宿は何か生かしたいぞ。あ、12月の
24日止まんないとだね。来た、やろう。はい、一人にっこりだもんね。にっこりついてるもんね。いいね。うん、やっぱこうね、ちょっとピッチャーも欲しいな。この全国大会に行った鈴木くん欲しいとこだけど、中学で主将を務める。うん、いや、ここの佐藤くんあたりとって、この守備力生かしてコンバート、いや、まあどっちがコンバートでもいいんだけど、いや、あれかな、佐藤くんかな。ちょっとね、セカンドショートが怖いんですよね。サード今うちカラスマくんが守備 D あるから何とかなるんだけど、多分取れてあと一人なんだよね。うん、ここ行こうか。はい、コンバートするぐらいだったら、コンバートというかサブポジつけるぐらいだったら、そんな時間かかんないでしょ今でも。うちでも良好なの。え、すごいね、いいね、一発 OK じゃん、めっちゃいい感じじゃん。いや、これなんだっけ、合宿あんま意味ないかな。メンタルチャンス強くなるとかかな。うん、とりあえずわかんねえや、もう乗り込むわ。合宿、守備職人欲しいね。すごい覚えた。びっくりするほど守備職人になってたぞ。いいな、いいな、今年の合宿はいいぞ。キャッチャープラス1欲しいけども、先こっちかな。チャンス欲しいな。ダメ欲しいね。いい、ま、マジに今年の合宿はいい。まあこれだろうな、いっぱいあるしな。はい、これも迷うことな、これでしょ。いや、マジどっちか覚えるや。やっぱ難しいか、キャッチャープラスは。これかな。じゃあナチュラルシュートとかマッスラって青得なんだね。あんまりなんかいい気がしないんだけど、俺的には。じゃあこれいいね。うちから守備職人めっちゃ生まれるじゃん。もう来年エラーなしだな。はい、さあ冬休みが近いですよ。3-4 だな。はい、で4で12月24だな。はい、お、はい、よーし、基本1年生メインですよ。チャンスが欲しいね。ないな。アベレージヒッター、いいな。対変化球、対変化球持ったら対ストレート消えちゃうのかな。なんかちょっと怖いね。やめとこうか。広角も欲しいな。リベンジあれだよね、前の打席で抑えられてたら次の打席で打力が上がるとかだよね。
いや、ここはもう、正確なんだっけ、クールか。うん、アベレージヒッターに行こう。なんか相性いい気がするわ。あー、どんまい。しゃあないな。難しいもんな。いいね、1来てるよ。もう1対1来い。じゃあ、鴨川市で。キャッチャープラスがない。個人的にはバント職人が超欲しいな。いや、チャンスプラス1かな。チャンスプラス1な。オッケー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 。ちょ、カード使う。1上げます、下げますがいい。下げます、はい。よし。じゃあ、わしを弟いきますか。待てよ、高木もありだな。重い球とかさあるわ。言ったらあったわ。重い球だ、似合うだろ。よーし、いいね。本当に今日得の覚えるね。はい、練習試合来ましたよ。どっちにしろ止まれねえんだよな、スカウトには。だったらもうこれいっちゃおうか。消えちゃうけど。あ、そこそこしかない。じゃあ札幌高校ってどこ問題ないよ。やるやる。はい、大晦日に試合しよう。4番石川くんで。あ、今日宮野くんスタメン張れるじゃん。これでいきましょうか。いや、どうしようかな。鴨川キャッチャー好きだな。うん、鴨川キャッチャー行くわ。こうだな。はい、こんな感じでいきましょう。まあここで勝てれば2勝2敗ですよ。勝率5割で1シーズン目を終了できるからね。あじゃーす。いや強いな、ここに来て格上相手か。なんかいきなりホームランぶちかましてるぞ。いいぞ、能力チェック。うん、すごい変化球だな。でも140キロ投げれる時点でもずるいと思うもん。あー強い、あ強いあ強い。いやもうずるいもんな。いやうちの鶴ちゃんなんてこんな能力だけどさ、もうこれでもうねえ、なんでもないわ。もういいわ。すごいすごいすごい強いわ彼ら。君なんていいじゃないか。うん、なんかここの鈴木佐藤の集まり、君らが試合出てくれればそれが一番丸く収まるんだわ。やばいち。運動前しょうがないね。なんかいい具合に試合はしてるね。はい、
やりたかったのがね、あれ転がせ転がせ転がせ、このレベル高いのがいかに有効かを知りたい。いいね。あんまり俺はねチョイスしないから、転がせよ、あのなんか魔物とかそこら辺の時ばっかだからさ、普段使いもしたいよね。頑張れ、どんまい。目標エラーゼロだよ今日うち。このイニングラストかな、ラッキーボーイ1個で乗り切ってほしいな。伸び、いいね。なんか使うか、コースを任せは怖いもんな。低め、低め、いろいろ使い分けでいきましょうか。低め、待って、今ちょっと高めいったね、もう一回低めいこうか。よし、俺的にはね外角になりたいんだよ外角になりたいのよ。1は使えない、低めでいこう。うちの照明壊すなよ。揺さぶる、いいね。センター返し、バッチ。使おう、5になった。さあ見たいね、一発バチコンとね。落ちるんじゃない、無理か。ピッチャー交代だ、お疲れさん。よし、頑張っといて。何か伝令出してもよかったな。出すか、さすがに強いな。励ますことしか今のうちにはできない励ましてくれ、励ますことしかできないんだ、励まそう。よし、いいぞ。うん、大丈夫大丈夫、びっくりマークついたけど全然エラーでもなんでもないから。うまい、いいね、いいいいいい、成長が見れる、素敵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 。そんなことできなかったか夏には。厳しい、強いですね。ストライク取ってほしかったな。はい、OK。取っときましょうか。追い込まれるまでは強振かな。強振流し打ち行こうか。いや待てよ、レベル高い、転がせチョイス。いやゲッツー生の怖えもんな。うん、ゲッツーが怖いわ。強振の
流し一二塁間ぶち抜いてる。走れ。よし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 。あとはなんかなんだろうね、こっからこう逆転する強さが欲しいですよね、うちにね。頑張れ。代打。パワーヒーターついたところでな。ナダッチ。つなごう。頑張ろう。転がせいきますか。高いものチョイス。ナダッチ。いいね。もう 2,3 回成功してくれれば転がす普通になんか俺も武器として使い始めそうだけども、熱血使ったけどミートだな、ミートで仙台会社な。よし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 、いいよ。これもう相手も顔色変わってんだろう。頑張れ。あと2点か。まず0点に抑えることですね。もうそれ絶対条件だ。盛り上げる。上げます。いやどうしよっかな。攻撃回るよね、下手すりゃね。そん時に取っときたいってのもあるよな。なんて魅力的な野手能力なんでしょう。いや君の仕事は守ることだ。よし、いや惜しい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 。いや守備の成熟がマジ見える。すごい素敵、すごいよ。一生懸命鍛えたもんね、みんなでね。 OK 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 OK。 これはしゃない、切れろ。よしよし、えい、エラーなしじゃないですか結局。あ、エラーしてる、うちいつの間にか。さあここから1点取ってきますよ。1点じゃねえや、3点取るよ3点。どんまい。引っ張りですな、ここは引っ張りですな。頑張れ。うい、いいよ。うわ、ホームラン狙いてえけどな、ここは。いや、うん、追い込まれたら転がせか。いや、わからんな、マジわからんな。はい、最悪。助かった。いやもうここはあれだ、転がすだ転がすだ。 OK、 よく出た。うわ、なんもねえ武器が。代打なんていないもんな。特徴もない。いや分からんから、こういうところで何かが目覚めるかもしんないから。
知らない。負けだな。挨拶忘れた。あざした。いやただまあ守備は上手くなってるよみんな。まあ格上だったしな、しゃあないな。2023年1月、まあ年が明けたところで終わりますか。休息も欲しいな、ちょっとな。特にいじるとこないんでねえか、あるかい。あ、ここか。守備力。こう、はい、運動会終わりますか。まあ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 、あ、そっか、守備なんかうめえなと思ったけど、守備職人いっぱいいるんだもんね、うちね。いいね。 なんか今回はだいぶ成長が見れた回だったんじゃないですか。次あたり新入生まだ早いかな。まあとりあえず終わりますか。はい、終わり、さよなら。